視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。リクエストに猫だけで攻略してくださいとあったので、2匹なら可能と答えたら、もう1匹はチビでとのことで挑戦したら、あっさり攻略できたので、1匹で挑戦し直しました。ステージはもちろん時間がかかるためスピードアップを使います。しかしむちゃくちゃな注文だな。まあこのくらいならいけるでしょう。ではゴー。スピードアップを使って5分かかりました。さらに倍速します。スピードアップを使う場合、操作が追いつかないのですが、ニャンコ砲と猫だけ出せばいいので簡単です。しかしまた極端なリクエストだな。多分2体だけで攻略した動画があって、それ以上を求めたんだね。破壊生物クオリネンが最初の難物。地球を破壊する目的だけに送り込まれた超破壊生命体のはずが、手違いで月に降り立ち、クレーターを作り続ける毎日を過ごす。攻撃力を下げる能力を持つ。まあ説明の間に倒しましたが、こんなやつです。ちょっとマリサ邪魔だから上に行ってもらえる。しょうがねえな。ここまで上がりゃいいだろ。ありがとう。さて今のところ押してますが、レジがが厄介な位置にいますね。奇抜ないでたちに熱狂的なファンを持つがの形をしたスペースアイドル。地球でのライブにファンが集まったが誰一人戻らなかった。たまに動きを止める能力を持つ。面倒な上に不満中が出てきましたね。もうそろそろ押されるんじゃないか。まあ状況は良くないですが、数が結構揃ってるのでいけるんじゃないかと。危なくなったらニャンコ砲を使うので大丈夫です。本当に大丈夫なのか。そのためのニャンコ砲だよ。まだヤドカリーが出てきますか。お尻の、あれ、を隠すため45年ローンで頑丈なマイホームを買ったばかりだが、趣味はモデルルームに毎週通うこと。一度だけ生き残る能力を持つ。エイリアンも変なのばかりだね。固定を考えるの大変だっただろうぜ。さあまた押し返していくニャンコ軍団の一匹猫。おい、エリザベス56世が出てきたぜ。波動攻撃をなんとかしなきゃね。ヨタゴヤ王国56代目女王。7代目がキノコを喉に詰まらせ窒息しかけた際に青くなった。最近、裏庭で見つけた王冠をかぶってからというもの体が勝手に動く。波動も出た。さすがに波動攻撃は厄介。愚痴ってる間に倒したけどな。再び押し返さなきゃいけないね。不満中をなんとかして倒して城を攻撃しないと時間がかかるだけだから。早いわけでもないのに喋ってる間にやっちまうな。余計なことは喋らないでおこう。勝利。マリサ、降りてきていいよ。まあ意味があるのかわからないけど攻略できます。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。何の参考にもなりませんが攻略いたしました。数を揃えられない理由がないもんな。